ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は橋本真也、蝶野正洋2度目の凱旋帰国について触れてまいります。1988年7月、武藤圭司、橋本真也、蝶野正洋は3人同時に凱旋帰国を果たしました。そしてその年の年末、蝶野と橋本は2度目の凱旋帰国を果たしました。年末に行われるジャパンカップシリーズに藤波辰爾のパートナーに2人は抜擢されました。藤波と一緒に公式戦を戦う場合は当然上位にマッチメイクされましたが、公式戦以外では2人の試合は相変わらず前座にマッチメイクされました。当初は我慢していた蝶野と橋本ですが、第3試合で星野勘太郎、山田圭一と対戦した際には怒りをあらわにしました。前座でジュニアヘビー級の選手ではなく、もっと上位でヘビー級の選手とマッチメイク薬を会社に要求しました。会社に不満をぶちまけた翌日、猪木組と対戦する機会に恵まれた橋本蝶野ですが、猪木の鉄拳制裁の前にあえなく撃沈しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は橋本真也、蝶野正洋2度目の凱旋帰国について触れてまいりました。